田代回ってる？あ、はい、回ってます。ちょっと今回やることを説明します。はい、これがついこの間会社に送られてきた映像なんだけど、撮ったのはフリーターの若者2人。はい、ちょっととりあえずこれ見て。ズームして。やべえな。あれだ。じわじわ見ている。次とない男ども。やべえな。俺が言ったのか。じゃないでしょう。さっきからじわじわ見ている薄汚い男ども。やべえな。レンチコート着てマスクつけた髪の長い女って言ったら、まあ口先女なんですよね、うん。都市伝説の口先女だよな、うん。見た目がそっくりで足速いとこまでそっくりじゃん。そうですね、この女さ、これ現代に蘇った口先女なんじゃねえかなと。うん。口先女、それは日本で最も知られた都市伝説上の人物。トレンチコート、長髪、マスク、長身の女で、学校帰りの子供に、私、綺麗？と尋ね、マスクの下の裂けた口を見せる。また、口裂け女は信じられないスピードで走るという。1979年に流行したこの都市伝説は、当時の子供たちを恐怖のどん底に突き落とし、集団下校やパトカーの出動までに至る社会現象となった。まあ、今回の俺らの目的、はい、この口裂け女を捕獲します。
川。はい。お前さ、はい、あの女正体何だと思う？私は頭のおかしな人か、もしくは単純に口先女の真似してる愉快犯のどっちかだと思いますけどね。いやあんな足の速さにねえよ。異常だよ。いや単純に足が速い人なんじゃないんですかね。だって回り道できてたのも単に近道通ったかもしれないじゃないですか。あの足の速さから言って実は男だっていう可能性も十分あると思うんで、検証してみれば分かると思いますけどね。いや男、男女じゃねえと思うよ、あの足の速さは。僕はこの近くに住んでるんですけど、はい、ちょうどなんか一度あの女を見かけたことがあって、うん、なんか気味悪い女がいるなと思ってて、はい、で、そんな女がいるんだよって北村に話してたらすごい興味持ったん で、あの日一緒に探しに行ってたら、はい、そしたらもうちょうどいて、はい、俺結構そういう、まあ、ちょっと気持ち悪いやつっていうか、そういうのをまあ見るのが好きなんですよ、ね。ここです。ここですね。ああ。あっちから。そうですそうです。この白い車。この辺でしたよね。そう、ちょうどここですね。映像だと頭。うん。でしたよね。な結構じゃん、背高い人。うんうん、相当大きかったです。高かったです。あとあの足って速かったですか。そうですね、多分、うん、相当早いですよ。あ、本当ですか。吉川はさ、ちょっと同じ感じでさ、ちょっと走ってみてよ、あそこまで、はい、同じ感じで、ちょっと再現するわ、はい、で、向こうに行ったっけ、はい、だいたいこの辺かね。そうですね、このこっからですね。じゃあ回していくか。はい、こっちはもう OK です。いくよ、よーい、ドン。ちょっと待ってくださいね。全力行くよ、よーい、ドン。これ倍ぐらい違うでしょ。違いますね。いやでも私足遅いんで、あんたもどの人が走った方がいいと思うんですけどね。うん、俺走る。あ、じゃあ俺走りますよ。俺高校の時あの陸上部だった。いやそうです。へ、はい、あそうなの、はい。じゃあ北村君ちょっと。あそうですね。そうします。じゃあお願いします。はい。はい、じゃあ行きまーす。よーい、スタート。じゃあちょっと引き戻して。ありがとう。わかりました。あれ、女の映像さ、はい、横で出してさ、あー、ラブあ、そうですね、立場、ね、ちょっと、じゃあ、はい、はい、あります、はい、じゃあこちらです、ね、はい、ありがとうございます、はい、はい、あ、すいません、はい、だいたいは合わせてあると思う、あ、わかりました、それぐらいのあたり、はい、はい、スタート、そこら辺で撮ります、はいはいはい、じゃあいい、はい、じゃあ行きますね、はい。よーい、スタート。よーい、スタート。全然違いますね。全然違いますよ、やっぱり。早いよ、うん。じゃあさ、ちょっと走って逃げた先行ってみよう。あ、そうですね。まあ、これバーッと来て、うん、それに驚いて、まあ、こっちの方に。
して逃げたんですけど、でまあ大体ここら辺で止まって、はい、でちょうどあそこから走ってきたんですけど、うん、こうカメラ構えてたんですけど、だんだん追ってこないんですよ、うん、で追ってこなくて、でこっち向いたんですけど全然誰も追ってこなかったんで、うん、あもう追ってこないんだと思って、でちょっとほっとして、そしてこっち向いたらいきなりいて、あ今ここ来たじゃないですか、うん、でもあのこっちから来たっていうことは迂回しなきゃいけないんですよ、ぐるっと、うんうん、それはもう物理的に不可能なんですよ、うん、相当な距離があるんで、あそれさ距離的にはどのぐらいなの、相当遠いっす、かなりちょっとあるんで、うん、僕今あの先頭に立って行くんで、うん、あの一緒についてきてもらって、うん、結構この道を通ってさっきのあそこにつながるんですけど、これさ、ゲームはないんですけど、何回か見たんですけど、ないんですよ、あー、なるほど、ここ、あれだって、あんな、行き止まりなんですよ、ここは行けないんで、この通りがあのさっきの、そうです、そうですよね、あー、運転か、運転の先の通りですね、はいはいはい、ああはい、ああさっきのね、はい、結構結構な距離があるやつ、これはね長いよ、うん、これは長い、やばい、あれ来てる？来てない、まだ来てない、まだ来てない、それをだからあの短時間でワッと移動するっていうのはちょっと無理だなと思いました、はい、これだってあの時間だったら人間じゃないでしょ、絶対無理、不可能です、ね、どう、まあ、確かにね、他に回り道といいますか近道はないみたいだったので、まあでも愉快犯だったら あらかじめ逃走経路考えておいて、で同じ格好した2人の女がいたっていう、まあいたずらじゃないかっていう、そんな面倒くせえことしないでしょ、うん、やんないとは言えないじゃないですか、うん、同じ人に見えましたけどね、本当ですか、フォロワーの娘も見えましたけど、この近辺で口裂け女にですね、風貌が似てる女性を目撃したっていう情報をこう何件かちょっと聞いたんですけれども、口裂け女、そうですね、はい、見た人がいるらしいっていう話は、うん、はいはい、多分なんか聞いたことがある気がするんですけど、あ本当ですか、はい、なんかその髪の長い女の人が、うん、なんか暗いところに立って一人でブツブツつぶやいてたっていうの、うん、で あとその人がもうすごい臭いらしい、臭い匂い体臭みたいなです、なんかもう本当にみたいな、なんか本当に近寄りがたいよう なんかその悪臭を放ってるっていう確か話だったと思うんですけど、なるほど、はい、その見かけた時の状況とかって覚えていらっしゃいますか、すごい夜遅い時間で、はい、めちゃくちゃ土砂降りの雨の日だったんですけど、その時に細い道歩いてて、はいはい、で前見たらポツンとこう傘もささずにですよ、めちゃくちゃ雨降ってるの、でずぶ濡れで女の人が、背の高い女の人が立ってて、でその時は気持ち悪いなと思ったんですけど、うん、でまあ仕方なく歩いてたらすれ違いざまに、はい、タバコの火貸してもらえませんかって言われて、タバコの火、吸えるわけないですよね、そんなずぶ濡れの状態 で、まあでね、気持ち悪いと思って、はい、怖くなってすぐ逃げちゃいましたけど、はい、まあ、女の人が
うん、まあ、なんかちょっとよくわかんないですけど、はい、なんか紙になんか文字が書いてあって、うん、それをなんか貼ってるのを、まあ、1回だけなんですけど見たことが、その女の人がその紙を貼ってるのなんだか、はい、一度だけ、はい、その紙はなんか結構貼ってあるのは何度か、はい、あ、なるほどね、はい、壁に貼ってあるんですか。そうですね、だまあ大体その辺の近所の人が剥がしちゃうんですけど、すぐに、この間向こうに貼ってあって、はい、もしかしたらまだ残ってるかもしれないんですけど、本当ですか、はい、それはちょっと、うん、もしよかったら来ますか、ちょっと行きたいですね、ぜひお願いしたいですね、はい、はい、すいません、お願いします。場所がここなんです。あ、あれ、あんまりよくわかんないですけどね、ん、真の黒い男、貫通の幸福、全ての男ども、ちりくずのゴミ、これ男に相当恨みなんじゃないのこれ。こういうの書くってことなんじゃないですかね、なんか実在する人間なんじゃないですかね。わざわざこんなものも書いて、アートかなんかか、これ。そう、わかんないですけど、あのさ、はい、その目撃した女性っていうのはさ、その見た感じ、そのなんかこうっぽい感じなの。ああ、そうですね、やっぱり見た目も結構汚かったし、ちゃんとした家でこう生活してる人じゃないのかなっていう感じはしましたね。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしたらさ、はい、ちょっと近場のさ、のたまり場あるからさ、はい、そこ行ってさ、ちょっと聞き込み中心に。はい、わ、うん、かりました。まあ、誰か知ってるやついるかもしれないから。そうですね。そうしましょう。すみません、わざわざ来ていただいて、すみません。ちょっと何個か来たいんだけどさ、おっちゃん、この辺にさ、髪長くてさ、なんか背が高い、なんかこう、気持ち悪い女とか、なんかこの辺にいたとか知らない、もしなんか知ってたらさ、教えてほしいんだけど。マスク、うん、髪が長くて、うん、マスクつけてる。ほんと？そう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 。ありがとう。ちょっと聞きたいんだよね。とりあえずあれ1000円あげよう。いいよ。だからこれあれで内緒で。いや、カメラ。いや、顔出さない。顔出さない。何も言ってない。いや、大丈夫。ちょっと暴力やめてください。あのさ、お前、だろ、癖しやがったからダメだよ。あの日ぐらい久しぶりだったんだろ。ちょっと、おっちゃんさ、あのな、おっちゃんがさ、話してくれたら何の問題もないのね。女のことだけ教えてくれたらいいんだよ。女のことだけ。な、それ以外聞かないから、顔も出さないから。いい。で、その女ってここにいたの？いるの？今いないと。あ、そう。いついたの？1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい前に。うん。うん。いた。1ヶ月ぐらいいたんだ。うん。どれぐらい住んでたの？これ。1週間かと10日ぐらい。1週間10日、うん、その女ってさ、ね、寝床とかってさ、どこの辺だったの？
一番奥の角のとこに、うん、あの段ボールで段ボールの中で生活してるんだ。問題あった保護者とかさ、なんか変なことあったとかさ、なんかそういうことなかった？その1週間ぐらいの間に、うん、3人いなくなった。え、欲しめた人3人ぐらい。うん、でもなんかそういうなんかどっかに移動したりとかっていうのはよくあることなんじゃないんですか？まあ1週間の間に3人とかってのはあんまりね、うんうん、まあその荷物をね全部置いていなくなってるんで、うん、飼ってた猫とかも、うん、全部置いてた。そっくりそのままも全部残してるの。うん、女の人なんですけど見たっていうのはこの人。そうそう、これこれ。あ、本当ですか？じゃあもう間違いない。そうですね。その一人気性の荒いのがいて、はいはい、その人がいなくなったことを、うんうん、お前が何かしたんだろうみたいなことをこう言って揉めて、うん、刃物で、うん、あの揉み合いの時に背中をさーっと刃物、うん、女の人が女の人がね、その切られた人は大丈夫だったの？うん、傷は浅かった。あ、うん、その後どうなったの？それで、うん、その時バーッと走って、うん、あの逃げてそれきり。ずっと女が走っていた？走ってた。女が走ってた、うん、女って足速かった？ものすごい速い。そのさ、切られた人ってどうしてんの？え？自殺。え？自殺。自殺？うん。亡くなったんですか？自殺した。そう。水場のとこの蛇口にこう首引っ掛けて、うん、もう朝見つかって、うん、でパトカーも来たし、うん、あの大変だったね、うんうん、あ、ちょっとこれ何だもらった。え、誰もらった？その女の人に。え、誰ですか？その人、この写真の女の人ですか？その女の人がくれた。そう、かかってたんです。お守り、はいはい、お守りですっつってみんなに配ってたんだけど、うん、まあ、あんまりもらってる人もいなかったけどね、うんうん、でもあの、そのどうしてそんな変な人にもらったもの？俺なんかあんまりそういうね、はい、女の人からこうもらうっていうのもあんまりないからさ、うんうん、まあなんか捨てられないっていうかね、うん、そのさ、自殺した人ってこれつけてたの？うん、絶対買うと思う。はい、大丈夫です。さあ、撮れますね。行きまーす。はい、皆さんありがとうございます。じゃあ、ごめんね。ありがとう。よし、あれ、どうすわ。ありがとう。すみません。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、すみません。失礼します。
もしもし。あ、ごめんね、矢野くん。うん。新しい落書き見つかったんだよね。うん。はいはい。場所は近いのね。なるほど。あのさ、矢野くんさ、これからちょっと時間ない？あそこにある、白いやつ。ああ、なるほどね。はい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 。そうですね。午前中は行くだけだったんですけど、増えてますね。気持ち悪いですね。この間よりもちょっとあれだね、はっきり読めるものが多いね。そうですね、文字はね、ちょっと読めるのもあるんですけど、ね、意味がやっぱ分からないですよね。気持ち悪いですね。書いてあるんですけどね。恨み強い感じ。そうですね。こっちないみたいですけどね。うん。気持ち悪いですね。痛い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 。さ、あの女のこと理解した方がいいよな。そうですね。ああ、これがあの落書きと言いますか、なんかちょっと意味が分からないですけど、なんかあれですよね、男の人を呪ってるみたいな感じですよね。女にも相当恨みあるでしょ、これ。これですか。このさ、はい、このあのおっさんつけてたこのお守りに似た模様があるじゃん。はいはい。これさ、俺なんかのなんか呪術とかそれ道具じゃねえかなと思うんだけどさ。ああ、呪術。うん。なるほど。じゃあ専門家見てもらいたいな。そうですね。うん。すいません、南山先生、参りましたのでよろしくお願いいたします。はい、はい、では行きます。じゃあ、先生、お送りさせていただいたメールに、はいはい、添付させていただいている画像について、南山先生のご意見だったりとか、気づいた点があったらちょっとお伺いしたいんですけれども、模様を拡大した写真があったかと思うんですけれども、はいはい、はい、そうですね。その模様に、ね、そうですね。はい。ちょっと私たち注目しておりまして、何か民族学的な何か背景がないのかなと思って、この、お茶の模様ね。お茶の模様。あとそうです。最後に、メールで送らせていただいた画像なんですけれども、ちょっとそちらも一緒に、はい、ちょっと見ていただきたいんですが。また別のがあるのね。あ、そうですね。はい、最後に送らせていただいたんですけども。これは蹴ってなかった。あ、本当ですか。あ、はいはいはい、なるほどね。大丈夫ですか、見れましたか、ね。あ、これね。はい。はい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 。これはまあちょっと、これならば心当たりがあるっちゃあるな、これは。あ、本当ですか。ですね、はい、あまり、知られてはないんですけど。はいはいはい。自分の方にですね。はいはい。まあ、ただまあこの呪術をね、はい、伝承しているのはまあほんとわずかな人間だけで、はい、このまあ道具をね、はい、外部の人間が知ってるっていうのはかなりちょっと珍しいということに、これはちょっと、拡大して見てるんですけどね、はい、これまあ結び方がね非常に正確ですよね、はい、まあ大体こういうこの手の道具はね、
特殊な結び方っていうのがね、はい、どれも大体あるんですけどね。うん、で、まあ、パッと見ただけではこれちょっと雑然としてるんだけども、はいはい、ちょっとこれ真似できないからね。ああ、そうなんですか。これはまあね、あの、さっきの絵もそうですけども、はい、描いた人を作ったっていうね、これ描いたのがね、結んだのがね、少なくともあの流派の、まあ、一族なのか、神龍演者なのか、まあ、関係者じゃないとちょっとこんなに正確に作るのは難しいでしょうね。あ、そうなんですか。あの、その道具っていうのは、あの、どういう目的でそれ使われるんですかね。うん、そうね、まあ、簡単に言うとね、はい、一階の鬼を呼び寄せるっていうもんですよね。そういう、まあ、あの、呼び寄せる目的で作るっていうのが、はい、の鬼ですかね。なるほど。あの、その流派の方を、うん、ちょっと紹介していただきたいとかってできますかね。お願いいたします。じゃあメールするようにしましょうか。あ、お願いいたします。はい。はい、イニさんいらっしゃいますか。こんにちは。いらっしゃいました。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あの、ディレクターの工藤と申します。よろしくお願いします。アシスタントの、あの、電話しました。市川と申します。よろしくお願いします。カメラマンの。カメラマンの、田代と申します。よろしくお願いします。じゃあですね、あの、の呪術を乾さんの他にあの継承していらっしゃる方だったりとか、もしくは乾さんの他に使える方っていうのはいらっしゃるでしょうか。神の呪術は私で途絶える可能性が高いですね。うん、母も先日転移されまして、私一人が受け継いでいる状態です。うん、村の相談役とか、うん、あとはまあ村の外から占いに来る人、そういうの細々とやってる感じですね。じゃあ、そうですね、あの、ちょっと写真を見ていただきたいんですけれども、この写真なんですけれども、この女性に見覚えはありませんか。いや、ないですね。あ、本当ですか。あの、ちゃんとよく見てもらっていいですか。この女性がですね、あの、お宅の流派とその全然関係がないっていうはずがないんですよ。もしかしたらこの女性のせいで人が死んでるかもしれないです。なんて小さい時に結構悲しい思いしてますね。うん、親御さん。いや、あの、俺のことはいいんですよ。この女については教えてもらっていいですか。知りま
ませんよ。いや、この滝美佐子はどこにいるんですか？失礼かもしれないですけど、お宅の弟さんって変死されてますよね。まあこれあくまで噂ですけど、そのこの滝美佐子との色恋沙汰がこじれて、それで呪い殺されたんじゃないかっていうわけですよ。誰がそれ言ってんだ？誰がそれ言ってんだ？あくまで名前言え。ですけどね、名前言え。いや、名前とかも僕らも分かんない。うちは本家、本家だぞ。ほら、本家。はいはい、まあそれ一応伺ってますけど、そこの息子の弟はあんな下っ端に呪い殺されるはずないでしょ。それでその何下っ端の滝美佐子について教えてもらっていいですか？この方ね、もう親類縁者がどなたもこの世にいらっしゃらないんですよ。自分は鬼が見えるって言い始めたり、だから弟と結ばれる運命だとか、まあ言いふらして、弟も迷惑してね。まあ、だから私がまあ呪いをかけて、そしたらこいつはまあ村から出て行って、そのぐらいか。でその後に弟さんは亡くなられたと。まあね、若年性の罠だ。進行が早かった。でこの写真の女に間違いはないですね。マスクつけてるから分かんない。背とかこんな感じじゃないの？目つきとか。すみません、もう一枚ちょっと見ていただきたいんですけれども。すみません、ちょっとこれなんですけども。ご存知ですか？誰がしてるの？まあ、あの男性なんですけど。まあ、そうですね。死ぬよ、この人。え？死ぬよ。死ぬんですか？これしてる人は死ぬよって。え？それは、防げたりとかってできるんですか？防げないんだ。防げたら大丈夫。普通はこんなの見せるとかじゃないんだけどね。普通は見えないところに隠して殺すんだけど。乾さんの占いでこの女性をちょっと見つけることってできませんかね？そうですね、まあ相場がちょっと分かんないんであれですけど、こんなもんでどうですかね。Thank you.
あの親御さんがどうのこうのって言ってたのって何だったんですか。ああ、いや、うちさ、はい、親がさ、俺子供の時にさ、はい、二人もさ、通り魔に刺されてあれだね、これ死んでんだよな。えで、犯人捕まってねえからさ、犯人誰かも分かんねえんだよ。そうなんですか。ああ、お前ちょっとさすがにさ、あの連絡しとけよと。そうですね。ああ、まあ、ひと言ありればね。ちょっと心配ですけど。あっちのさ、前見たとこあんじゃん。はいはいはい。家行ったのね。いなかった。さっきはずっとあれやってるんだ。すいません、こんにちは。こんにちは。どうも。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、あのあっちのあそこの隅にあるあのバケツがいっぱい置いてあるところのテントですね、あのあそこに住んでらっしゃる方ってどこにいるかとかってわかりますか。いや、俺が今住んでる。え、なんの。あ、いえいえ、人探してるの。前人探してる。そうですね、前住んでた人ちょっと前にさ、なんか住んでた人いたんだけど、はい、
なんかいなくなってきたから俺なんかもったいねえなと思って。いなくなってきた。ああ、そうなんですか。住んでもダメなの。いや、そういうわけじゃない。はい、ただ知り合いを探してさ。あ、そうなんですけど。うん、なんか他のとこに移られたとかっていう。いや、知らねえっけどね、うん。見かけたりとかしなかった。でも、まあ、昨日とかもなんか見たけど、駅の向こうとかで。駅の向こう？ん？駅の向こう？まあ、駅の、うん、なんか反対側のあっちの方になんかちょっと、多分そうだと思う。東口の方？いや、反対の。反対側って言ったら東口だよね。公園あるよね、あっちね。公園？うん。ちょっとちっちゃい公園あるよね。そこにいるのかな？まあ、いるとしたらそこだね。ああ、本当ですか。何？いや、何もない。大丈夫です。すいません。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。移動したんですかね。移動したかもしれないね。いなかったですね。いなかった、うんうん、東口の方に同じような公園あるからさ、そっちにもしかしたらいるかもしれない、うん、おっちゃんじゃん。あ、あれですね。うん。こんにちは。こんにちは。車でいいぞ、おい。最近時々なんですけど、もう深夜とかもう早朝とかにこの部屋をノックするやつがいて、で入って声をかけても、全然返事が返ってこないんですね。で今日からはこのカメラを部屋の中にセットして、で外にこのカメラを隠してセットします。で今晩から、夜から朝まで、撮影してみたいと思います。俺も、何日かここに泊まって、待ってみようと思います。まだ早くね。はい。宅急便です。荷物置いてます。宅急便だ。あ、ちょっと待ってください。
はい。誰？こんな感じなんですけど、これはまた来るな。そうですね。こういうのってその警察に連絡した方がいいんですか。いや警察は、いやそれはちょっと待とうよ。余計ちょっとややこしくなったりするからさ。あのさ、ちょっと協力してもらいたいことなんだけどさ、いいかな、そんな、ややこしいことしないよ、ちょっとだけ。はいはい。あの女がさ、はい、現れた時間っていうのが、まあ、いずれも0時から4時の間だったからさ、はい、その間の時間は毎日ここに貼るからさ。はい。で、どうするんですか？何が？いや、だから待ち伏せしてどうするか何も聞いてないんですけど。いや、俺たちの今回の目的なんだよ。まあ、あれですよね、口裂け女の本格ですか？そうだよ。
世界初、史上初の口裂け女の捕獲だよ。売れるぞ。この DVD は売れるぞ。これ売れたらお前にも金一封出してやるよ。いやでもそのどう捕まえるかっていうのを何も聞いてないんですけど、まあのあれですか、私マスクの女の人来たらどうしたらいいんですか。お前は記録係だから撮ってりゃいいよな。お前のカメラと田代のカメラで鈴木亜美で抑えれりゃいいから、はい、あと俺やるから、うん、工藤さん何するつもりなんですか。何するって追いかけて捕まえんだろうよ。いやでも追いつけないですよね。でも車で追いついたとしても降りたら離されるじゃないですか。網でもかけるんですか。あ、網ってお前この人数で網なんかかけれるわけねえだろバカ。遊びじゃねえんだよ、はい、それは後のお楽しみだからお前は黙って撮ってりゃいいんだよ。はい、わかった。はい、すいません。はい、もしもし、矢野です。はい、まあ、特に何も、まあ、普通に起きてます。はい、まあ、ただ、まあ、2日連続ってのはなかったんで多分もう今晩は来ないんじゃないかなと思ってるんですけど。ああ、そう。まあ、でも俺たちあの女現れるまでまだ毎日いるからよろしく。今何時ですか。うん、今何時ですか。7時5分前。何時までやるんですか。え、出るまでだよ。なんか0時から4時まで使って言ってましたよね。夜来るか、うん、夜来よ。そうか、ちょっとこれカメラ止めますよ。うん、はい、止まりました。はい、もう6日目ですけど。言われなくても分かってるよ。こんなことやって採算取れるんですか。そうだよな、そろそろ出てきてくんねえとな。お前らもタダじゃねえしな、あのあんちゃんたちにも多少払ってるしさ。まあ博打だな、振った才能めでるまで飛ば出れねえだろな。あ、え、来た。あれじゃないですか。あれ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 。マジ。来た来た来た、大当たり。ああ。来ました。来た。もしもし。あ、工藤ですけど。あのね、今女入ってたから。それでさ、渡したメモ紙あるよね。あれ書いてある通りよろしく。それで電話つなげといて。はい、了解しました。あなたなの？
たなの。そうですよ、僕です、乾です。ここから出してくれるの。美佐子さん、僕の子はどうしたの？僕の子を妊娠してたよね。お腹の子はどうしたの？ちょっと見とけよ。はい。はい。どう？どう？あれ違う？あれ違う？あれ違う？いや、別に何も、何もいません。工藤さん、落ち着きましょう。お前、落ち着いてなんかよ。絶対この住宅街の中いるんだよ。絶対いるんだよ、この中にさ。あー、もういいや、もう、チキショ。どうしたんですか？すごいんだよ。そんなもの持ってるんですか？来いよ。くそ。
と、連絡が取れない状況になってまして、ちょっと心配になって、僕合鍵を持ってるんで、それでちょっと入ってみたんですけど、ちょっとこれなんですけども、わ、田代、ちょっと、気持ち悪いですね。気持ち悪くてさすがにちょっとこれ見て、ただごとじゃないなと思って。あ、でもこれあれだよ、おっちゃんのさ。そうですよね。飾り物のやつでしょ、これ。なんかちょっと意味がありそうな感じがしますけどね。規則的にこうやってさ、並んでるから多分これなんか。なんか渦巻いてるみたいですもんね。そうだね。ちょっと持っていくわ、これ。持っていくわ。あれだ、これ順番に置いてあるよ、これ。え、順番って、ああ、これがあってさ、で、これじゃん。ああ、そうでしょ。で、その次がこれなんだよ。これ、三つ目。四つ目、多分これ、ちょうどこう、重ねるようにさ、順番に置いてあるよ、これ。知らねえってのはなんだよ、お前。知らねえってなんだ、お前。さっきから。知らない方がいいと思いますけど。いいぞ。はい。大将。はい。もういいよ、止めて。はい。Thank you.